リンドウォードはアメリカ合衆国の版画家。多数の児童書、限定本に挿絵をつける一方、神の、奥、狂人の太鼓など、連続する規範画のみで物語を表現する、文字のない小説を刊行し、アメリカ合衆国における規範画の主導的作家となった。1905年、イリノイ州シカゴに生まれる、父ハリーカイウォードはメソジスト派の牧師で著名な、 政治活動家であった。4歳の時一家はオークパークに移り、その後はマサチューセッツ州、ニュージャージー州で少年時代を送った。家庭ではメソジスト派の伝統で静かに過ごす決まりがあり、幼少時に結核にかかって病弱でもあったため、ウォードは自然に本と親しむようになったが、読むよりも絵を見ている方が多かったという。当時のお気に入りの本は、どれの差し入りの聖書と、 自分のおもちゃでサーカスを作る少年の物語で、これらの本にのめり込んだことが、後の絵に対する興味へとつながった。初学年の時、ウォードは、自分のラストネームを逆に書くと、ドローになることに気づき、画家を志望する決意をした。高校の美術の授業でリノリウムを使った版画制作を体験し、これをきっかけに、様々な版画技法を試み、さらに、 コロンビア大学に進んで美術を専攻した。しかし版画、印刷が低く見られていることに不満を抱き、ヨーロッパへの留学を決意する。1926年、大学を卒業したその週のうちに、大学の同窓生、メー・マクニャーと結婚、新婚旅行で、ヨーロッパに渡りそのままドイツの、ライプチヒ国立美術アカデミーに留学して、グラフィックアートを学んだ。在学中に、 町の本屋を訪れた時、ウォードは、ベルギーの版画家フランスマシリールの、木版画の連作による物語を見つけ、この出会いが、後の、文字のない小説の構想のきっかけとなった。アメリカに戻ったウォードは、まずイラストレーションに、活躍の場を求めて、自動書の挿絵を、担当。1929年には妻、マクニアーが文を担当した、源義経の物語。 プリンス・バンタムの挿絵を制作した。この年にかねてから温めていた文字のない小説の出版計画を進め、知人のハリソン・スミスが新しく起こした出版社と契約して、同年10月に第1作、ゴッツマンを出版。折しもニューヨーク株式市場が大暴落し、世界恐慌が始まったが、不況にもかかわらず、ゴッツマンは番を重ね、 1930年にはさらに衣装を凝らした第2作、マットマンズドラムを出版した。その後、オードは1937年までに4作、合計6作の文字のない小説を出版している。また、マットマンズドラムの出版と前後して、ヘリテージリミテッドエディションズクラブから限定本の挿絵の注文を受けるようになり、古典や幻想文学、児童文学の挿絵を、 数多くこなしていった。ボードが生涯に挿絵を描いた作品は100を超える。木版画の他にも、水彩、油彩、ペン、リトグラフ、メゾチントなどによる作品も残し、自らの著書や挿絵をつけた書籍に多くの賞を受ける。1960年代初めには、ボーイスカウト運動の少年雑誌、ボーイズ・ライフ・ザ・ボーイス・コウッツマガジンに総画を寄せる機会も多かった。 ウォードはやがて1979年に引退して、バージニア州のレストンの家に住み、1985年6月28日、80歳の誕生日の2日後に死去。2011年、ウォードはアイズナー賞の漫画家の殿堂に選出された。プレリュード2、エ Million y e に用いたハンギ・ウォードはとりわけ、物語のすべてをドラマティックな規範画の連続によって表現する。 文字のない小説によって知られている。最初の作品、ゴーツ・マンでは、アールデコと表現主義の接中様式で一人の芸術家の自分の技術に対する苦悩、誘惑に続いて起こる金と権力の乱用、そして無垢の世界への脱出を表現している。ゴードは文字を用いない映像的な物語を発想したという点において、彼の先駆者であるヨーロッパの芸術家フランスマシリール、や、 夫に受けるとともに認知されている。ウォードの文字のない小説は大不況の時期を超えて影響力を持ち続け、その作品はビートジェネレーションの詩人アレン・ギンスバーグの重要なインスピレーションの源泉の一つにもなった。またその業績はアメリカンコミックス誌の文脈からも評価を受けている。ウォードの木版による文字のない小説は以下の6タイトルがある。この他に 死の年まで制作を続けた未完のものがあり、完成していた木版26枚を使って2001年に125部限定版で、リンドワード、エスラスト、アンフィニッシュとワードレスノベルとして出版。また、子供向け、文字のない読み物のザ・シルバー・ポニーという作品は、文字のない小説から離れていたワードが再び手掛け始めた頃に制作しており、木版ではなく、 白黒にグレーの影をつけたペイント画で描いた。ウォードの業績を記念して217フィルムスに所属するインディペンデントの映画制作者ミヒャエル・マグララスはオーブラザーマンザ・アートライフ・オブ・リンド・ワードと題するドキュメンタリーフィルムを制作した。この作品ではウォードの娘であるロビン・ウォードサビジへのインタビューのほか ウォードのキャリアから150に及ぶ作品に焦点を当てている。この94分のドキュメンタリーは7時間のフィルムを編集しマグナラスのナレーションをつけて作られており、ペンシルベニア州立大学図書館、フォスター行動で2012年4月20日に上演され、暖かく迎えられた。同大学スペシャルコレクションライブラリーはまた、 リンドウォードの資料の受け入れ先として遺族から受託を続ける模様である。自らの著書、差し絵を提供した書籍を合わせて受賞作は多数。コールデコット賞辞典2作ニューベリー賞2作、国書館公開版、狂人の太鼓見返し、スピーゲルマン、アート、エド、クロノロジー。リンドワード、コッツマン、マットマンズドラム、ワイルドピルグリメージ、ライブラリーオブアメリカ。 tp 799-833-ISBN 978-15985-30803-ABC キシンジリンドウォードの最高傑作狂人の太鼓国書観光会付録冊子映像作品リンドウォードとメイマクニアの電気ワードリンドマクニアメイヨンゲオフィスオブテレビジョンサービスエドリンドワードメイマクニア テンプル大学リンドワード、オーサーズアーティストス4ヤングアダルツ、80、ゲイル、バイオグラフィーリソースセンターに転載。2010年1月1日確認2 a b バデバーンクア、ジュニア、ジム、リンドワード。2017年1月2日閲覧。2011年、ウィル・アイズナー漫画業界賞公式サイトより。電動入り8名のうちグラフィックノベルの先駆者として、選べれ。 娘のロビン・ウォード・サビッチが表彰を受ける。スピーゲルマン、アート、エド、リンドワード、シックス・ノベルズ・イン・ウッド・カッツ、サンディエゴ・コミック・コンベーション、http コロン、スラッシュ、スラッシュ、www.comicon.org、スラッシュ、cci、スラッシュ、ccii、スナーズ11ノム、php、ノミニーズ2017年1月2日閲覧。アレン・ギンズバーグ、イルミネーティッド・ポエムズ、 イーラッセ、エリック・ダルーカー、ルブ小野構成、世界コミックスの創造力、グラフィックノベルの冒険青二社、二千十一年、五十八から五十九ページ。i s b n 九兆七千八百四十七億9176万六0 0 0億区7億5 2 0三万八十八二百十七フィルムズハット、ニュードキュメンタリー、オーブラザーマン、ザ。 アートライフオブリンドワードセレブレイツザ・ライフワークオブザ・ビジョナリー・アーティストストーリー・テラーライブラリー・オブ・アメリカ2017年1月1日閲覧スペシャルコネティカット・プレミア・フィルム・イベントオー・ブラザー・マンザ・アートライフオブリンドワードザ・ニューブリテン・ミュージアム・オブ・アメリカン・アートザ・アート・ザアートガイド2017年1月1日閲覧 2012年9月にコネチカット州の美術館にて開かれた優勝の公開。ありがとうございます。